本日は LJL チャレンジャーシリーズ2017ウィーク1の模様をお送りしております。さあまずはマッチ1ザックをピックして鎖やつ、非常に面白い試合で勝負してくれましたけど、はいはい、よかったですね。あのやっぱあのアリゲーターヘックスアリゲーターらしさっていうのを見せてくれたの試合かなと思いましたね。で特にあの相手にレンガを取らせたにもかかわらずあのザックで勝つっていうのはもう本当にすごいなって思いますね。単純にすごいすごいなと凡人脱帽みたいなね脱帽しちゃいましたね。凡人さんも見たいっておっしゃってましたからね、はい、そういうピックがそのもう本当にありがたい、はい、ありがたい試合でした。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。堀さんどうでしたか。いやもう私あのジャングル内で起きたあの集団戦であのパン選手とダーク選手でしかもあのクリープの壁を越えたあのザックのパンチがめっちゃかっこよくてすごいとこ見てますね。それよく当たるなみたいな。そうすっごいあそこテンション上がりました。素晴らしいですね。いやなんかあれですね、チャレンジャーシリーズを通して最終的に堀内さんのハートを射止める選手は一体誰なのかみたいなのもねちょっともしかしたら面白いかもしれません。それではなんかちょっと今面白いのが入っちゃいましたが、それではマッツ今表示された通りです、オーバードライバースクレストゲーミングの試合をお送りいたします。まずは各チームのスターター確認していきましょう。まずはオーバードライブからです。トップコグコグ、ジャングルアリエス、ミッドエール、 ADC ニート、サポートアイオンズとなっております。もうまあやっぱりさっき言った通り LJL 経験のあるコグコグ選手とあれ今回ヒロン選手出るんですかね。いや、ニートが ADC ですね。ニート選手、まあコグコグ選手がどれだけ活躍できるのかっていうところにまず、まあ、個人的に注目してるんですけども、まあ、はたまた他のプレイヤーが活躍するのかっていうところ気になりますね。まあ、僕はねやっぱりニートがね、はい、あの前回からの続いての AD キャリー続投ということでね、はい、全シリーズのシェスカーということで、はい、彼が、まあ、またどんなプレーを見せてくれるのかというのが注目ですね。さあそれでは続いてクレストゲーミングのスターター見ていきましょう。トップクー、ジャングルヘチェ、ミッドアルプス、 ADC イオン、サポートヘータキュン。はい、まあ、ここもメンバーチェンジがあったっていうことで、まあ、トップレーンのクー選手とジャングルのヘチェ選手、まあ、それぞれサポートと ADC のプレイヤーだったんですけども、ここのポジションチェンジどういう風に影響してくるのかっていうところを見ていきたいですね。あとはミッドレーンのアルプス、うん、ここも LJL 経験者と、うん、ありますねいうところですからね。そしてまあ、スプリング去年のスプリングになるんですけど、ちょっとですねチャンピオンプールどんなのがあったかなっていうのをちょっと調べてきたんですけれども、かなり広いんですよね。そして、はい、チャンピオンだけ数多く使っているチャンピオンがあったんです。ゼドなんですね。ゼドですか。で彼、はい、得意らしいんですよ。そして今、はい、ゼドって確か脅威のバフもあって強いってね、はい、注目されてるアサシンチャンピオンですから、そうなんです全然出せるチャンスはあると思います。なので今日ちょっとゼドが見られるかなっていうのが、はい、楽しみですね。いいですね。ありまして、はい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 、まあ、ゼドを運用するとしたら、まあ、いわゆる131っていうような作戦になるかと思うんですけど、うん、131ってわかりますか。131ちょっとわからないです。あ、じゃあボンジさんちょっと教えてください。131っていうのは、まあ、真ん中ミッドレーンに ADC と、はい、サポートとジャングルを置いて、はい、でサイドソロレーナーが1対1強いチャンピオンがずっと押し続けるっていう戦略なんですけど、はい、まあ、これで敵チャンピオンがそのサイドレーナーで1対1で勝てないんですよ。なんでそこでずっと押し続けられると弾がどんどん殴られていって、はいはい、オブジェクトの不利につながっていくっていう戦略ですね。そうな、1対1が強いチャンピオンで、はい、かつこうゼドブリンク、まあ、いわゆる移動スキルですね、はい、ああいうのがないとああいうチャンピオンいないとできない戦略なんですよね。なるほど。じゃあそのもう本当にゼドがいてこその戦略というか、そうですね、まあ、まあ、そういうチャンピオンが、そうですね、何かいますけども、はい、ゼドがいればできる作戦ということで、しかもまあそれが一番強いですから、はい、まあ、そういうのが見れればいいなと思っております、はい、さあそれではドラフト始まったようなので見ていきましょう。ブルーサイドがオーバードライブ、そしてレッドサイドがクレストゲーミングとなっています。さあ番はジェイスからまずはルブラン、うん、ここは鉄板なのかなという感じですね。やはり
そうですね、ブルーサイド側も今ジェイスよくバウンされるのを見ますね。まあ、いわゆるフレックスピックってやつですよね、はい、非常に強力だと。おお、そしてカシオペア、カシオペア、カシオペア、これはライズが欲しいとかもあるかもしれないです。このアルプス選手のカシオペアっていうのを警戒してっていう可能性も考えられますね。よく使ってるチャンピオン、まあ、何かデータ持っているのかもしれませんね。なんで笑ったんですか。僕の今の予想ですから、ただの教えてください、じゃあ予想を。いや、違います違います。まあまあ、カシオペア上手いプレイヤーに使わせちゃうと、まあ、そのままスノーボールされやすいっていうか、ソロキルが起きやすいチャンピオンなんですよ。なんで、まあ、そこのリスクを消すためにバンをするといったところですかね。まあ、じゃあ僕の予想はまあ外れているところでちょっと笑われましたけど、続いてはカミールをバンしてからのライズもバンしましたよ。ライズもバンしちゃいましたね、うんうんうん、これ、まあ、この3つともミッドと考えてもおかしくはないですよ、はいはい、ということはミッドへの、まあ、確かに、まあ、LJL 経験者のプレイヤーのアルプスさんなんで、そこをターゲットにしてそこに集中的にバンするっていうのはそれも本当に警戒しているというか、まあ、ありまあ、間違いないでしょうね、はい、相当警戒しているでしょう。そしてクレストゲーミングを、あ、安心のピックですね、安心の番ですね。ありがとう、やっと見れました。この鉄板 やっと見れましたっていうもんじゃないですよ、なんと見たか。これも別にいいんですよ、違います、これ違います。まあ今日見たなぐらいで、で、まあバルス、そうですね、ファーストピックはやはりバルスですね。 7.1 から 7.2 でこの、まあ3つ先ほども挙げてもらいましたけど、飛び出ましたね、彼が。そうですね、まあ、ナイトエッジやヨウムのアイテムと非常に相性がいいっていうところで、一番ダメージの出るバルスっていうのが今一番優先的にピックされてますね。そしてカジックス、カジックス、まあまあここも、まあ、返しとしてはまあこうなるのかなという感じですよね。それはどうしてこう、もうこの残ってるジャングルチャンピオンで強いのがもうレンガがバーンされてるんで、まあカジックスが次の候補なのかなっていうところで、妥当なチョイスかな、はい、妥当なチョイスですね。そして次にまあここでサポートを取るのも一般的ですけど、今ザイラも空いてます、マルザハールも空いてます、カルマも空いてますっていう中でピックしたのはマルザハール。マルザハー、まあマルザハーのカウンターでミスフォーチュンもまだ空いてるので、まあ左側としては、あ、左側、オーバードライブ側としてはこれミスフォーチュンであったりカルマであったり、そういう連戦の強いチャンピオンを取ってバルスと組み合わせていくのかななんて思ったりしますね。まあただカウンターがあるにもかかわらず、はい、なんでマルザハールを優先したんでしょう。やはりレベル6からのこのマルザハールのウルトは、まあ、フラッシュインでウルトで相手を固めたらもうほぼほぼキルは確実なんで、そこををまあ防ぐことっていうのは難しいんですよね。じゃあザイラとかを使ってこう押し込んで勝つというともレベル6で取りに行くと、そうなんですよ、いうところをクレストゲームは意識してるということですね、はい、なるほど。ボットレーンの仕掛けっていうのを意識してると思いますね。そしてオーバードライブは出ましたね、グレイブスです。そして魔王界、魔王界、お、魔王界ですか。魔王界も非常にはい、いや、あのですね、今グレイブスが僕は 7.2 でね、出始めたじゃないですか、はいはい、で僕はグレイブスに触れたいと、そう、触れてほしいなと思ったんですけど、やっぱトップレーナーなんだな、そう、魔王界ばっかり見ちゃう、飛ばして魔王界に行ったよ、この人と思って、まあ、好きなんですよね、魔王界がね、強いんですよ、そして好きなんですよね、本当に。でもグレイブスも触れとかないといけないですよ、これは、ね、グレイブスが強い理由は、グレイブスも、はい、まあ、脅威と相性がいいっていうところで、カジックス、レンガーに対抗できるジャングルとして使われてるんですよ。それはどういうふうに対抗できる、はい、まあ、対抗できる、まあ、ダメージ量のところで、はい、まあ、序盤はちょっとかなわないんですけども、うん、まあ、中盤からは1対1でもアイテムによっては勝てるっていうところで、1対1でも勝てる、1対1でも勝てる、で、まあ、グレイブスもダメージは出るんですよね、非常に、はい、まあ、そういうところで、まあ、対抗できてるのかなという、うん、まあ、そしてサポートをおそらくこの後消されると思うんですけど、それでも魔王界を取ったっていうのは何か意図があるんですかね、オーバードライブは。まあ、このやはりコグコグに強いチャンピオンを渡してやりたいと、俺たちの中心はここなんだっていうことですかね、うん、
ね、まあ、マオカイはもう今非常に盤の優れてるチャンピオンなんで、もしここでピックしなかったとしたら、逆にこのクレストゲーミングはこの2番目の盤で、あ、ファーストピックで、いや2番目の盤、あ、そうですね、ファーストピックで取る、まあ、取られる可能性もあったんで、ありますし、消される可能性もありますよね。だったので、まあ、先に取っておきたいと。これ多分あのマオカイを結構軸に重要視してるピックだと思います。なるほど。そして、まあ、それを見てクレストゲーミング最後アッシュを取ったわけですけれども、はい、まあ盤で消しますよね、サポートを、はい、ザイラ、そしてあともう一つタムケンチ消しましたね。オーバードレイブ側はシェーンとかを消すんじゃないでしょうかね。まあトップレーンを逆にクレストゲーミングが取っていないので、はい、消すというところでグラガス、そしておっと間に合いませんでしたか。そんなことあるんですね。まあ今30秒しかありませんからね、はい、違うんですよ、ボンジーさんが選手やってた時とは、はい、ま、60秒も考えられ、オールドタイプな人間なんでそうでしたね、60秒も考えられないですよ。でも30秒って結構短いですよね、はい、本当に。いや、めちゃくちゃ短いです。私もいつもあーってなりますもん。今半分ですからね、はい、いや考えられないですねそう考えると考えられない、ちょっともうちょっと頑張ってください。短すぎませんかとあ、さあそしておー、はい、ただまあトップレーンは空いたので、まあ、先に優先ということでしょうか。コウキを取りましたね。これも非常に安定したピックですね。このレーンでそこまでのカウンターが存在しないんで、最初に取るんであれば取れるチャンピオンとしてはコウキですね。ベターだと。ベターです。そして返しはシンドラです。シンドラ、これに理由とかはありますか、うん、シンドラピックの。でもカシオペアライズあたりがもう消されてしまっているので、まあコウキシンドラ、まあ、これしかなかったんでしょうね、これ。はい、強い中から、強い中から、はい、オリアンナとかじゃダメなんですか。まあ、オリアンナでもいいんですけど、まあキルポテンシャルという意味ではシンドラの方が高いので、集団戦よりもレーン戦、もしくは中盤の、はい、まあ、火力ですか。まあそういったところですね。なるほど。あのオリアンナは中盤に行くまではそこまで強くないので、レーンでのプレッシャーという意味でシンドラの方が上ですね。なるほど。はい、そしてラストにフォーチュンですね、うん、まあ先ほど言ってた通り、はい、マルズハールにはフォーチュンを当てますよということで、そしてラストピックはやはりというべきでしょうかね、シェーンが来ました。多分オーバードライブ側はバンしたかったですよバンしたかったニンニンするんで。あ、付き合ってくれるんですか、ね、付き合ってくれるんですね、ありがとうございますありがとうございますノリがいいんだこっちはさあそれでまあチェーンも取れましたというところで、まあお互いのね構成が出揃ったわけですけれども、どうですか、狙いは見えてきますか。そうですね、まあオーバードライブはオーバードライブ側はまあお買いも取っているんで、まあ CG しつつの集団戦を狙ってるんじゃないでしょうかね。集団戦を意識した構成だと。 CG ですね。あ、 CG を、はい、なるほど。で相手が来たらまあお買いで対応すると。CG のこの肝になっているのは誰なんですか。やはりこのバルス、あ、バルスが一番大きいですね。長射程でフォークしながら相手を下がらせていくと、はい、うん、クレストゲーミングはどうでしょう。対するクレストゲーミング側はこれはもうアッシュのウルトであったりカジックス単体火力が非常に大きいので、これはピックアップを狙いつつ有利を取っていこうっていう構成ですね、うん、1キルから次のオブジェクトねっていうような、まあ、ピックアップからの作戦ということですね。序盤重要になりそうなのはどこですか。そうですね、ちょっとレーンとかチャンピオンとか知りたいです、ね、はいはいはい、やはりボットレーン、ボットレーン、ここはもう本当にダメージトレードが活発になることが予想できますよ。なんで、はい、逆にこのジャングラーの動きですよね、ここがどれだけプレッシャーを与えていけるのか、動きやすい状況を作れるのかっていうところに焦点が当てていきたいです。先ほどだと、まあ、はい、ザックが大きく、まあ、序盤不利だということでしたが、今回はまあかなり対等なピックができているということでいいんですよね。対等だと思います。なるほど。ではあとはプレイヤー次第だということですね、はい、さあそれでは見ていきましょう、本日のマッチ2、オーバードライブ VS クレストゲーミングの試合。サモナーズリフトへようこそ。スタートです。いや、サモナーズリフトのアナウンスのお姉ちゃんちょっと被らないように今ちょっとしたんですけど、わかりましたわかりましたちょっと僕気づけなかった、そこには気づかなかったなるほど、私には興味がないということでゲームの方をね、ゲームには興味があるでしょ、ボンジーさん、はい、ゲームの方を見ていきましょう。ゲーム見、はい、ゲーム見ましょう、うん、悲しい、それでおっと、ちょっと面白い、レッドサイドをクレストゲーミングちょっと今インベ狙ってたような動きもありましたが、あ、ワード1本ラプターに置きました。ラプターに置きましたね、まあ、これは今流行ってる
スタートがあるんですけども、このシンドラが Q を撃って、あの小さいの小さいミニオンが出撃しました。中立モンスターを削ってですね、あのグレイブスがレベル2、はい、そうですね、一番やりにくいジャングルなんですよ、ジャングルクリープなんですよ、あのラプターっていうのは。そうですね、一人で普段本当なんで、はい、それを手伝って一緒に狩るっていう動きが流行ってるんですよね。あと魔王界がいる時の動きもありますよね、はい、確か魔王界がそうですね、 E をラプターに敷いてすぐにジャングルがラプターを狩ることができる。で逆にこれカジックスがそのヘルプを受けてますね。あ、これはあれですね、おそらくシェンのあの剣の効果で最初オートアタックをブロックしてあげたんですかね。ダブル取りましたか。あ、Q、あ、そうですね、シールド、まあ、シールドもありますから、まあ普通に。さあこれだとカジックスの方がジャングル早いということでいいんでしょうか。まあ、早いで早いとは思いますね。なるほど。でもグレイブスも遅いチャンピオンじゃないので、でもやはりこれボットレーンに行くのは早いですね。もうここにいるんですか。しかもこれ青、いやでも警戒してますね、グレイブス自体も。まあ魔王界がいるのでブルーを手伝ったと仮定するのであれば相手も早いという読みなのかもしれませんね。そうかもしれませんね。なんで今上上げたんですか。ねえ、ね、だってあそこにワードありましたもん赤川ワードちゃんと置けてたんで、じゃあそれはない。いやなんかブルーに置いたのかなとか、はい、ブルーにですか。ないよね、わかんないですけど、まあ、僕よくゲーム、まあ僕全然ボリュームされてもゲーム全然わかんないんでわかんないブルーに置いてたらそれはあるかもしれないですね。まあ、かなりただ警戒はしているのは間違いないようですね、はい、グレイブスの動きというのを。さあスクライブルームで視界を取って、やはり最初にカニ取っていくのはカジックス側です ね。ここはやっぱり取らないといけないですかね。やっぱり重要ですか。これ取るのは非常に大きいです、はい、これがあることによってもボットレーン とミッドレーンの視界が視界的な部分でプレッシャーが軽減されますから、うん、取れるのは大きいですね。で今、はいはい、アリエスも取られていけなとスカトルが、そしたらそれを見て入りますね。おっと出会うか。グロンプはいないよ。さあウルフはカジックスがやっている最中、ヘッチェが、いや終わりましたね。ちょっと噛み合わなかったですね。さあただここでお互いのジャングラーの位置を両チームが確認しましたね。そうすることでトップレーンはもうプレッシャーから解き放たれてずっと殴り合うことができます。あの解き放たれてっていうことは結構ボンジ様、はい、殴り合いたいけどじゃあ待ってるんですか。あ、そうです、そうですね。やっぱりジャングルの位置を確認しないと。そうです、お、これで1対1だっていうことで。あ、でもすぐ来ましたねすぐ来ましたね、来ちゃいましたね。もう短いんですよトップレーのトップレーナーの許されるね時間っていうのは非常に短い。ただ今しっかりとコグコグやはり下がりましたね。視界ないんですけど、はい、しっかりしてますね。読んでるんですかね。まあ、LGL を経験してる男ですからね、うん、相手のジャングルの、まあ、コースの予測といいますか、はい、まあ、先ほどボットレーンを全部刈り尽くしていたので、次はトップレーナー、トップジャングル側に来るだろうっていうことを予測しての行動だと思いますね。ボットレーンこれ、いやー予想通りでもさ、バチバチにやり合ってるんですよ ね。そしてサポートのフォーチュンの Q が痛い。本当にサポートなのかというような、うん、おおいいっす。そしてフラッシンから狙いに行った。イグゾーストまで使いましたが、ここはイオンギリギリ間に合いましたね。フラッシュアウト、ヒールは使っていません。いい仕掛けでしたね。やはりこのボットレーンはマルザハがレベル6になるまでは主導権は常にこのミスフォーチュンとバルス側にあるんで、やはり厳しいレーニングを強いられそうですね。バルスとこのフォーチュンの組み合わせは強いですか。強すぎますね。強すぎますと、うん、強すぎます序盤は。ただでもマルザハールが、はい、マルザハールも6人さえなれば、はい、レベルがな、はい、上がれば。さあ6のタイム、おそらくゲーム時間で8分前後といったところでしょう。そこからもしかしたらボットレーン仕掛けがあるかもしれませんね。堀江さん、ここで何か気になることとかありますか。ここまでで。そうですね、私はよくサポートとかもやるんですけど、はい、なんかこうサポートのこのいつ仕掛けるかみたいな
のをなんかその ADC との連携っていうんですかね、なんかその一緒に動くのが私下手なんですよ。これってもうなんか、まあこれチームだからあれですけど、なんかこうソロ級とかで入った時にどういう風になんかこう判断するのか、今行くぞみたいなのがどういうところで判断するのがいいのかな。結構難しい。チャンピオンによるんじゃないですかね。そうですよね、まあそれはそうだと思うんですけど、なんかこうどれぐらい押してたらとか、どれくらい押してたら、そうです、ね。まあ一つあるとすれば、はい、まずこのゲームにおいて押し込んでいる状態っていうのは、はい、基本的には勝ってる状態ですよね、ボーナーさん。はい、そうですね、勝ってる状態だと思います。その状態で視界が取れてるんであればなんか仕掛けてもいいような気がします。好き勝手できるですけども、まあ視界が取れてないと厳しいですよ。だから、まあ、トップレーンでさっきね、はい、ボンネさん我慢してるって言ったじゃないですか、はい、あれに近いものあると思いますよ。要は自分たちが襲われる必要性がなくて仕掛けて勝てるのであれば、まあ、グイグイ行きゃいいわけですよ。説明がうまいですね。そう、そうです。いや僕はね、はい、今ボンジーさんが書いてくれたメモを読んだだけですから。やっぱり、まあ、ジャングルの位置を把握するっていうのはやっぱりすごく重要ですよね。ね、それも一つですね。さあそして相手がブルーを取ったのであればこちらも回収しますよということではありますが、これでミッドレーナーにブルーは渡らなかったですね。アルプスは、ブルーバフを確保することはできませんでした。いやただ、あ、失礼しました、ブルーありましたね、取っていったのかと思いましたが失礼しました、取ったませんでしたね。これはエール側がブルーを、まあ、奪われただけということですね。そしてそのエールが動くかどうか、レベルは7、ワードには移っている。そしてブルー取りに来た、奪われた返しで今度は相手のブルーバフを奪いに行きましたね。非常にいい判断でした。その両者のミッドレーナーはブルーお互いなしとなりましたね。フェアな条件ですね。ミッドレーナーからするといやくれよって言うんですよ。そろそろこれボットレーン6になる、ね、行った直後にあと 0.5 秒そろそろって言っとけばマウゼさん間に合いましたね。ちょっともうちょっと未来を読む力を。いやでもこれまだあれですよ、マルザハ側が6になったら確かに、そしてなんですけども先に来てるのがグレイです。控えていますね、アルティメットを持っているぞ、コラテラルダメージ痛いぞ痛いぞ、ロングソードは2本積みだ。さあ入った写真から一人でいけるアンダー、ただここには瞬身誤報があったが、それでもぶっ飛ばした。ファーストブラッド踊っていくのある、あれ、そしてそのままバレットタイムですが、ここは兵たちうまく逃げました。アリエスまずは1キル獲得。これ非常にうまい判断でしたね。相手がレベル6になる前にまずこのボットレーンに仕掛けに来たと。で、まああのシェンがシェンのウルト込みでも倒しきれるという判断のもと、このアルブアリエス選手フラッシュインでダメージ出していきましたね。ここアルプスが無理やり守ってきたところ、それを逃がすはずはない。エール無理やり入りました。ここはイグゾーストが間に合いましたが、タワーを破壊していくのはオーバードライブ。そしてその代わりトップレーンにダイブを仕掛けますが、ここが硬い、ここが硬い、落とす勢いだ。ここは兵長逃げるしかない。なんということだ、 2V1 をさばききったのはコッコグだ。いや見せてくれましたね、いきなり。いやこれボットサイド側でアクションを起こされてしまったので、はい、まあ、これ取り返すしかないということでちょっとトップレーン仕掛けたんだと思うんですけども、ちょっと魔法界の硬さがもうすでに落としきれないところまで来てましたね。いや今これでボットレーンレベル6までせっかく耐えたクレストゲーミングの狙いをくじき、はい、トップレーンの狙いもくじき、じゃ加えて言えばエールが一度あのアルプスをカットしていた動き、あれも大きかったですよね。そのおかげでタワーも取れたんですよ。そうですよね、タワーも取れた。で次またもうボットにローテーションしてますから、もうここからはもうシーオーバードライブ側のペースで進んでいくと思いますね。どうやってペースを使いますか。やはりこのトップレーン折ってからミッドレーン折ってっていうそのローテーションでどんどんお金差をつけていくんです。なるほど。あ、パッケージも間に合いませんでしたね、使ってしまいましたね。これは逆にクレストゲーミングからするとどういう対応をしていくんですかね。まあ、これ見て取れる
鍵で言うとドラゴンを取り返して。ドラゴン取り返し。これ守れますか？突破守れないと思うんですね。でもこれボットレーンも折れているので、これ単純なトレードだけで見るともしかするとフェイストゲーミング側の方が美味しくなる可能性があります、ね、なるほど。ドラゴンとタワーを両方取る判断をしたわけですね、クレストゲーミングとしては、うん、さあマウンテンドレーククレストゲーミング、そしてボットレーンはここしっかりと下がっています。さあまずはオーバードライブが先に破壊、続いてクレストゲーミング、これタワーのトレードではありますが、ドラゴン分の有利が今、ボンジさんの言ったように、はい、クレストゲーミングサイドになりますね。ただまあこれ2つセカンドまで行ってますよ。はい、行ってますね。まあ、これ2つ取れたと言っても、まあ、先に仕掛けてる側っていうのはやはりあのオーバードライブ側なので、主導権は常にまだオーバードライブを握ってると思います、ね。おっとアルティメット仕掛けた、バレットタイム合わせて一気に削れる。うーん、ここは空下がります。さあアローは当たりましたがタワーのダメージは入っていません。そしてアリアスがいればタワーは削れる。ヘイタキンもやってきたのでここは下がります。サポートが出しちゃいけないダメージ出してますかでこのトップサイド側の、視界を取れてるので、はい、これをこれで相手の位置が分かると、でそれを元にローテーションをどんどん行っていく。もう一回どうするんですか？ミッドレーン、これはミッドレーン行くと思いますね。それはどうして？残ってるタワーがそこなんで、ああ、ま、セカンドよりも、そうですね、やっぱセカンド危ないってことですね。今も下がりましたし、まあ、まずは、うん、アウタータワーを取っていくっていうのが定石で、うん、定石ですね。定石ですね。緊張してますね、ボンちゃん、はい、まだ緊張解けないですか？あの隣に可愛い女の子いるからって緊張してるんですか？いやいやいや、それもあると思いますそれはもちろん一番今日美味しいポジションもしかしたらボンディさんかもしれませんねさあそれではミッドへのローテーションやはり行ってきましたね、はい、オーバードライブ、うん、ここを取れると視界コントロールの面でグッと有利になるんで、はい、大きいですね。でこれフリーで明け渡しますか？守れない。さあネザーグラス、いやスタンで止めている。素晴らしい判断だエル、はい、そのまま兵長も狙っていますが、ここは逃げることができましたね。失礼、ヘチェですね。そしてコグコグは我関せずボットレーンを押すなりと押して込んでいってからの合流。ブルーも渡しますしません。オーバフも管理されてしまいますね、はい、やっぱりこれ負けてて視界取られていくとどんどんジャングルクリープも全部取られていくんですよね、はい、そこでどんどんお金差がついていってリードを奪われていってしまうんですよね、はい、トップレーナーの方ってやっぱりあのボット行くじゃないですか、ファウルしに、はい、これは理由とかはあるんですか？やはりあの相手のトップレーナーの行くところと合わせるというのと、あの例えばドラゴンが湧いてる状態だとトップレーナーはトップのプッシュに行くんですよね、はい、そのテレポートがあるのでいつでも集団戦に参加できるというところで、その取りたいオブジェクトと反対のところをプッシュしておくと。なるほど。そう、一番大きな要因として堀さん、はい、テレポートなんですよね。そうですよね、トップレーナーが持っているテレポート、はい、どこにでも飛べる、はい、あれがあるからこそですよね、ボンジさん。そうですね、あれがあればもうどこにいても飛べる、味方を助けられるので、はい、あれってボンジさん、はい、ちなみにテレポート切るときってチームの判断なんですか、はい、それとも自分の判断なんですか？ボンジさんはどうだったんです？僕はそうですね、最初の、状況を作るところまではチームの判断だったんですけども、最終的に飛ぶかどうかっていうのはやっぱ自分の判断でしたね。あ、やっぱテレポート飛ぶためにはワードが必要じゃないですか、はい、で一番いいところにワードがないと、まあ、飛んでも効果が薄いっていうところでここにワードを置きますよっていうセットアップですね、チーム全体としてセットアップしていくのが重要でした。それはもうゲームを始める前からもう練ってる作戦もあれば、その状況に応じてやっぱりここだっていうのをお願いする時もあるんですか？ここに置いてみたいな。そうですね、はあ、例えば、まあ、デトネーションライジングも、はい、まあ、フォーカスミンからのなんて言うんでしょうね、お家芸なのかなっていうところあるんですけど、うんうん、まだやってませんけどボットレーンのタワーダイブのセットアップ非常に得意ですよね。そうですね、ここだけは多分
DNA に刷り込まれてるというかデトネーションの地デトネーションの、はい、そうですね刷り込まれてるんですかみたいなところがあるんでそこだけは徹底してます、ね、なるほど予選ではね、非常に綺麗なのを決めてましたからね僕らしかちょっとね見てないんで、ちょっとずるいんですけど見て欲しかったまあまあまあ、ウィーク5までありますから当然どこからやってくれることでしょうよ、はいうん、絶対見せてくれると思いますね楽しみですね、うん、おっとヘータ君を狙っていきましたがここはすぐさま逃げることができましたがまたしてもフラッシュが来てしまったさあ、コグコも寄っていましたが、おっと、捕まえたぞ。さあ、悪いバッタだ。どこへ行くんだ。ヘチェ、絡んでいくぞ。ちょっと…悪いバッタ悪いバッタって悪いバッタなんですね。まあ、ボイド勢ですからね、ボイドからやってきて、そこら中の生き物を食い尽くしながら、あそこまで強くなったチャンピオンですから。そんな悪いやつだったんですかまあ、悪いかどうかは分かりません。彼は生存…食物連鎖の中でね。そう、生存本能に基づいて動いているので、はい、まあ、悪いというのは確かに語弊があるかもしれませんねバッターかどうかは分かりませんバッターでおっとアロア、うん、当たらなかったなこれですねすごいダメージだここまで全部アリエスのキルですいやこれもグレイブスピックっていうところが刺さってますねダメージ出ると言ってもやはりうまくないとここまでうまく出せませんから相当グレイブスにグレイブスに何ですかって言うと思いました何ですか、うん、グレイブスにちょっと日本語が出てこないですねグレイブスにお熱なんですねグレイブスにお、はい、あとはグレイブスが得意なんですね得意なんですねなるほど分かりました、はい、あのコンディさんの中身を僕は一生懸命読めるようにしてこの5周を通して今テレパシー送ってましたありがとうございますさあオーシャンドレイ獲得はオーバードライブですさあ順調にタワーをバキバキと折っていったオーバードライブ18分15秒というところで4000ゴールド4400から500ゴールド近くの有利を取っていますアウタータワーすべて破壊もできました続いての狙いはどこになるでしょうか言っていいですかどうぞそうですね、まあ、あのどうぞトップレーンの魔王界がTP 持ってるじゃテレポートを持ってるというところで、はいまあ、魔王界はずっとボットレーンをプッシュしつつ、まあ、多分この段階ですとシェンリも普通に戦えるので、まあ、プッシュしつつ、他の4人はこのバロン周りの視界を取っていくこんな感じですねおーっとしかしそこを捕まえていくのはクレストゲーミング、うんマルザハールのネザーグラスからヘータ君からの連鎖でまずは1キル返しましたねヘチェが取りました、はい、ちょっとあそこにもワードが刺さってたっていうところでミスフォーチューンの非常に柔らかいチャンピオンなんで一人で視界ないところへ入っていくのは危険かなと、はい、全員で一緒に入りつつスキルを打って例えばミスフォーチューンの E で草むらに、スキルを打って視界を取りつつまあ、ワードを壊し、まあ、徐々に取っていくっていう繊細な動きが必要なんですよね、まあ、サポートが落ちてしまったというところで視界は取れませんでしたが、はいここでまあ、もう一回合流してからですよね仕切り直しでしょうねそして今度はまとまって入っていきますねコグコグはボットを押し続けるとうん、今度はいいんでチェックしつつはい、これですね、ですねまさに今私たちの話を聞いてくれてたよね素晴らしい素晴らしい連携ですねさあ見えたいやいいダメージだ、うん、ニートのスキルショットを当てていきますねさあゆっくり視界のコントロールを取っていくのオーバードライブさんここもいいですね、うん、弾き出していきますでここでトップとミッドを揺さぶって相手が少ない方の球を殴りに行くとこの場合ですとミッドからただこれクレストゲーミング今アルプスのパッケージがありますから何かしらここで仕掛けられればというような気もしますけどねそうですねこのお金差ですとまだクレストゲーミングはもう仕掛けたら勝てるのでこのパッケージが切れるまでは何も起こらないようにちょっと下がっておく必要がありますねオーバードライブ側はこのパッケージって分かりますか堀あ、分からないですパッケージ
この後期がね、はい、お腹に抱えて、まあ、お腹に抱えてる飛行機 の、はいはいはい、あの下に、まあ、持ってるやつですね。アーフちゃんの上に乗ってますけど、はい、その下についてるこのなんていうんでしょうね、ミサイルの束といいますか、はい、それがさっきあのタワーも攻撃してたやつですよね。いやこれはね、あの違ったっけ、ダブルのブリンクがねめちゃくちゃ伸びるんですよ、はい、ダブルのブリンクが伸びる。あ、しかもその上に乗るとめちゃくちゃ痛い。これ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 、あ、これですね。いや、まあ、もう聞いてるんですかね話。まあ本当はこれを相手に向かって、うん、はい、使いたかった。なるほど、強いので。そうなんです。でも今まあ普通にパッケージの残り時間が少ないというところでどうせ使えないので、そこで無駄打ち、空打ちをしましたね、うん、おっと、ニートが狙っていきました。汚れの連鎖、ただここはある程度かわしていると。さあこれは瞬身後方から前に出る。パッケージじゃない、無理やり行くぞ。フラッシング、フラッシング、アロワンかわしている。エンゲージはさせきない、エンゲージできない。オーバードライブみんな仕切りました。今のはちょっと仕掛けとしては、アッシュのアローからのスタート、もしくは、マルザハのウルトからのスタートの方がちょっと良かったように見えますね。ちょっとなんていうか、バレバレでしたね。こう後期にシェンのウルトでのブリンクインですね。無理やり行きましたね。これでまたしばらく仕掛けることは難しくなりそうですね。まあ、まだヘイタキューのアルティメットネザグラスプは、残っています。さあオーバードライブは一度貯まったお金を返還し、返金、まあ、アイテムに返還しまして、はい、もちろん仕切り直し。ドラゴンが湧くまで残り1分10秒というところです。バロンはもう湧いています。まあ、これバロン普通にドラゴンの周りの視界を通りつつ、はい、オーバードライブ側は相手のキャッチを狙ってくるでしょうね。まあ、今のところ試合見ていると、まあ1戦目だということもあってでしょうかね、結構あの勝っているチームでも慎重にこうゲームを立ち上げていっている印象があるので、はい、ドラゴン、ドラゴン行きましたね、うん、ただ、まあ、追い込まれているクレスゲームとしてはやはりバロマンの視界は取りますね。さあリフトスカトルのコントロールはヘチェが抑えました。ドラゴンはあと20秒、どちらもベストゲームを気にしていますね。フォーチュンがあの位置まで迫っていきますか、強気ですね。そしてロボテーション、視界に取っていったマルタールのも剥がして、え、これ行きますか。おー、わー、すごいダメージだ。ただのスキルだ。うおー、そこに合わせていく。バレットタイム消えてしまったぞ、2人が。ニートのアルティメットも合わさっていましたね。とんでもないですね、今のダメージは。一瞬で解けましたね。何が起こったのか、ちょっと見えない間に2人も解けてます。おー、さらに。そしてじゃあ行くよ、レッツバロン。スティールは非常に難しい。ただタンクがいません。ダメージは通りますよ。いや、ここで、うん、ここ来ましたね。さあイオンが横で見ていますが、後期がどれだけ邪魔をできる、しっかりと抑えました。オーバードライブ、バロン獲得。そうですね、あれも視界を取れてることによって相手が来るのが分かるじゃないですか、はい、そこに合わせて自分たちのスキルをボンボン放つというところで、クレストゲーミングは視界のないところに行かないといけなかったんで、はい、あれ食らっちゃいましたね。まあなんとかオーシャンドレイクは抑えることができました。ただこれで一気に状況変わってきますよね、ボンジーさん。変わりますね。まあこのオーバードライブ側はバロン持ってるということで、この、はい、おーっとヘルス100ないぞ。ただアローがいいからじゃった。ただニートのダメージが届いていない。マット残り30なのにキルに届かない。フラッシュ、はい、刈り取っていくアルプスダウン。そしてミッドアリエスが悠々と叩いている。半分以上削れてますね。これこのままボットレーンにいる。ボットレーン。ちょっとバラバラになってはいますが、それでも最終的にはボットに行くとは思うんですが。これボッ
当の理由はありますか？敵が少ないっていうところがありますよね。まあ、ローテーションの基本としては敵が少ないところに行く、敵が少ない人数差があるところにどんどん自分たちが先に移動していって、はい、で相手がそれに対応するように動かしている間にちょっとずつ弾を削っていくっていうのが基本的な戦術なんですけど、さあどれこれ誰もいない間に全部折り切れました、ね、一瞬で折れますね。さあただポーイのパッケージ一見飛び込んで瞬進後方からエンゲージ入れたら支援が来れなかった、止められてしまっている。なんということはこれ止めたのはコグコグですね。エンゲージの作戦が完遂することはできなかった。ただ飛び込みすぎたのかアイオンズはここでダウンです。いや止めたのは今非常に大きいです、ね、僕もシェンがずっと飛んでくると思って見てたんですけど、あれ飛んできてたらもうシンドラも落とされて、多分集団戦はクエストゲーミング側が勝ってたと思うんですけども、ゴッゴ選手よく止めましたね。ここからひっくり返せるぞというタイミングでしたよね、うん、あのタイミングしかなかったと思いますね、うん、パッケージのタイミングも限られてますから、うん、本当にここぞというところで仕掛けたんですが、はい、いやーこぐこぐ、いやー0-0-0ですけども、もう相当な仕事してますね。こういう時ってトップレーナーってどんなこと考えてるんですか、はい、どんなこと考えてるんですか。我関せずって感じでもうずっと自分のレーンだけをプッシュしてます。あ、そんなになんか俺すごいやみたいなのないんですね。あ、すいませんでした。すいません。残すわ。さあ、まだまだマフが残っているぞ、はい、うー、痛い、とんでもない、半分も5割ぶっ飛びましたね、はい、このゲームはオーバードライブの叩き出すダメージに驚かされっぱなしですね。そして、うちのところに寄せかかってくるスタンが当たれば命を持っていかれるぞ。これ見るとやっぱりバルスバーンはうなずけますよね。こんなことされると当たりたくても当たれないですから。さあ誘い込むような立ち位置でしたが、ここはワードで見られていました。バロンバフはここで切れます。コグコグはテレポートを持っています。ミッドレーンを押し込んでいますね。さあ 1-4 という状況を、まあ、流れとしてはこれボットレーンのインビタが折れててスーパーミニオンが出てるので、はい、このスーパーミニオンが到達するまでは、まあ、そこまでリスクを負わずに、おっと、いやそれでも仕掛けていった。なんということか、汚れの連鎖からバレットタイム、そしてコラテラルダメージで一気に持っていったヘチがダウン。そしてここが裏から飛び込んでくる、ダブルキルにつなげていくのはアリエスだ。そのままタワーライブ突っ込んでいくのか。さあどうだ、まだまだタワーは9割残っていくぞ。航空お前は一体どんなところで戦っているんだ。そのまま狙う感じのイオン、味方は合流できるのか。いや、イオンはもう逃げ道がない。終身号砲が入ってくるはどうだ。航空がタワーしたらもう我に関せず、そのまま突っ込んでいく。さあ捕まえた、ただ味方が合流できない、味方が合流できない。タワーダメージを使ってなんとか1キル返していったのはクー。ただコグコグがまだダウンしていない。ないのダメージはどうだ、んギリギリ生き残ったが、ちょっとやりすぎだ。コグコグの言いたいシーンはどうだ、キルは取れるか、あと一発、おっとからここはアルプスが落としてちょっとやりすぎました。4-1や 4-2 トレードを持っていったのはクレストゲーミングです。最初のタワー下で敵を落とした、はい、とこまでは良かったんですけど、そこからちょっと無理しすぎましたね。ただイオンよく逃げましたね、うん、あれだけ。確かにそうですね、あの魔王界から逃げるのは相当至難の技だと思うんですけど、今ちょっと会社のは変わりますかね、ゲームの、まあ、時間を稼げたとは思うんですけど、がぜん厳しいままだとは思います、ね、まだ厳しい。オーバードライブ側もここで気を引き締め直して、ね、また同じようにポークを開始したら安全にゲーム運ぶことができると思います。なので後期にお金が入ったというのは、まあ、ありがたい状況ではあるんですけどね。あるんですが、もうちょっと魔王界の育ち具合を見る限りどれぐらい装備が必要そうですか。あと2アイテムぐらい欲しいんじゃないですかね。おお、大きく出ましたね。アイテム、なるほど。今から多分インフィニティエッジ行ってると思うんで、そこからもう1アイテム何か。まあ、ただ今のようなダイバーもオーバードライバーできないでしょうね。まあ、イオンがかなりうまい方向に逃げましたから、一切手出しできませんでしたからね。そうでしたね、うん、実質こうここが一人で離れてしまっての集団戦という状況でしたから、まあ、ここでオーバードライバー気を引き締めてるでしょうか。もう一度バロン前の、ね、視界コントロールですね。
ドラゴンマート3、あ、バロンも30秒。ドラゴンも湧きますね。まだエルダーではないですね。通常の、エレメンタルトレイン。まあ、バロンはオーバードライブどうでしょう。やりますか。やれると思いますね。かなり早いですね。まあ、相手が近寄ってきたところ、ここはヘッチを抑えましたね、はい、どうぞ。まあ、バルスのポークで多分相手近寄れないと思うんで、これはバロンは安全にできると思いますね。比較的さっきから見てる感じ、はい、即エンゲージですよね、はい、オーバードライブ。復活します。どうでしょうね、彼らの戦い方を見ていると、なんて言うんでしょう、駆け引きよりも俺たちは戦って勝つんだというのは、はい、もう一度攻撃の素晴らしい演芸ですが、にゃー動けない。スタンからそしてバレットタイムのとてつもない入り方だ。一瞬で持ってきたとはネザーグラスプでアイオンズを捕まえた。さあそこにヘッジが参加してダブルキルを持ってきました。エールのいいスタンが入っていますがダメージが返していないぞ。 1-2 トレードを取っていたのはクレスゲーミング。さあただキャリアまだ残っている。コグコグがヘッジに飛びつきましたが、うまく逃げています。エールの体力、そしてアリエスの体力が大きく残っているが、フラッシュインタウントで捕まえた。持っていいから、いやそれでもアリエスのダメージがとてつもない。一瞬でイオンが持っていかれました。まだ人数差はあります、人数差はありますが仕掛けることはできません。視界のコントロールにとどまります。いやー今後期のパッケージが上がってるタイミングで仕掛けましたから、もうこれはいい、クレストゲーミング側としてはあそこしかないというタイミングで仕掛けたと思いますね。でこの負けてる状態で、まあ、2-2 トレード、はい、2-3 トレードですかだったんで、これはクレストゲーミングは非常にうまい当たり方で仕掛けます。これもキャリーがもう全員いるんです。完全に分断しますね。ただ返しがミスフォーチュンのダメージが非常に高いというところでも、はい、このシンドラ選手、シンドラを狙わずにもうミスフォーチュンの方にマルザハがウルト使ってましたから、それだけミスフォーチュンの存在はでかいということでしょうね。この後ですね、クルーのフラッシングカウント決めたんですが、グレイブスのダメージ、死に際にとてつもないことをしてきましたね。しっかりと Q をバロンピットの角に反射させて、はい、一瞬でダメージに折り返して取り出しましたね。あそこの匠の技を感じましたね、はい、そしてバロンを始めたとテレポートは空気で中心コンボを回ってる。さあアローが2位となった。バレットタイムがやっぱり痛い、前に出られない。そしてコグコグがイオンに張り付いている。アルプスここで合流ですが、汚れのレーザーが入っている。クーは立ち止まるしかない。ヘッジも合流ですが、その間にすでにダブルキルを持っていくのはアリエスだ。ヘッジ飛び込んで、さあグレイブスは落とした、アリエスは落とした、そして飛んでバロンピットの中にも逃げることは成功しているぞ。トレードとしては現在 1-3、 バロンは止められた、テレポートも効きました。このトレードはボンジさんどうでしょう。いや今非常にうまい当たり方でしたね。当たり方がうまかったんですけど、どっちですか。いや右側もいい仕掛けだったんです。アッシュのアッシュのアローはいい仕掛けだったんですけど、それを避けられてしまったフラッシュで、おお、そしてエールがまたしてもスタンで後ろのアルプスを捕まえていますね、うん、これはどうだ。デスタイマーは2人50秒、クーはアップしますが、トップレーンにもミニオンもしっかりとやってきていると、どう判断する。バロン前はもういい仕掛けだったんですけども、やはりこのお金差っていうところでダメージ量が全然違いましたね。やはりピックアップでうまく取れないと厳しいですかね。おっと足のアロー、あー当たりましたが、手前のプッシュのところでおそらく今当てたかったアローでしたね。誰もフォローアップできない位置での狙いは非常に良かったです。先ほどの集団戦も足のアロー当たってはいたんですけども、バルスが後ろにフラッシュアウトしてからしたところで当たったので、はい、あれはもう誰もバルスに対してダメージがあって、はい、出せないですよね。さあバロン始めました。オーバードライブ、クーもすでに寄ってきてはいます。視界はコントローラーで潰されてしまっています。さあ見事できない。さあヘッジも入りたいです。どうすることもできません。これは取れないですね。2体目のバロン獲得、オーバードライブです、はい。今アップしましたね。人数差はありましたから、スティール側に手はないということでしたが、ドラゴン触りますかね。
エルダーの手前ではありますけれども、はい、手をつけられていなかったんですけど、マウンテンドレイクは感じていきますね、はい、この後は魔王界がボットレーンを押して、で3人でミッドを押して、でグレイブスがトップレーンを押すと、でこのミッドレーンが押し切れたタイミングで全員でトップレーンに行く、はい、と思いますね。いやー、9キル2デッド3アシストの、はい、グレイブスとグレイブスブラッククリーバー、そしてナイトエッジ、まあ、サッシュまで持ってますね。火力はもう本当に ADC よりも多分 出るんじゃない、多分出ますよねこれ。そうですね。そしてコグコグは圧倒的に硬いです、はい、CS は並んではいますが、佐藤田アルプスのゲージバウン、まずはミニオンの処理からゆっくりゆっくりオーバードライブは押し込んできます。ミッドレーンは押し返してはいますが、スーパーミニオンがいますからね。ここは先ほどの反省も相まってでしょうかね、はい、慎重ですよ。慎重ですね。ここは睨み合う感じになるんですね。そうですね、しばらくは睨み合う。攻撃のパッケージってどうなってますか、ね、ないです。まだ残ってますかね。まだないですかね。まだ残ってます。あ、今なくなりましたね。そしてボットレーン仕掛けました。さあ、ただコグコグめちゃくちゃ硬いぞ。そしてその間にトップレーンのタワーを破壊していくのはオーバードライブ、手を出せません。コグも下がりましたね。コグコグうまくコグコグを3割から4割まで崩れてはいるんですが、あそこから回復するんですよね、あのマイカイというチャンピオンは。そしてガーディアンエンジェルは、うん、ガーディアンエンジェルはありませんね、ありはしませんが余裕があります。さあ、トップミッドのインヒッター2つを割ったオーバードライブ、後期のアルプスのハラスポークもいいダメージは出てはいるんですが、さあ合流したオーバードライブじわじわと追ってます。さあしっかりだ、カウントをしっかりとエールに決めているが、これバレットタイムですよ。ドネアツカの時間は稼いではいるが、さあここアルプスも、いやアリエスを捕まえているのはネザーグラスが入っている。そしてイオンがフリーだ、イオンがフリーでダメージを出しているが、それでもオーバードライブの面々の火力が高すぎる。コグコグの硬いとダメージが高いが混ざって私混乱してしまいました。高すぎますね今のは。いやーシンドラが今何もしてなかったんですけども、それ実質4人でということでしょうか。実質4対5でもダメージ量の差が出ちゃいました。そのままネクサスタワー1本2本、そして最後のネクサスにも手をかけて破壊、勝利したのは実オーバードライブとなりました。いやー強かったですねオーバードライブ、はい、特に序盤の試合の運び方が非常に完璧でしたね。クレストゲーミング側は6まで待って当たりたいっていう構成だったんですけども、本当にもう6になる直前にもう5と6の狭間ですね、そこに仕掛けていって相手の狙いを全部外してボットレーンも追って、そこからローテーションでどんどん有利を広げていったというところで、非常にうまい試合運びでした。まあ、試合中にも言いましたけど、はい、狙いをくじいてるっていうのが大きいですよね、うん、そうですね。あのボットレーンダイブっていうのはなかなかできるもんじゃないと思うんですけど、しっかり実行してきましたね。まあ、あれが結構難しかったりする、まあ、人数をかけないと難しかったりするんで、まあデトネーションの、まあ、例えばお家芸である、まあ、セットアップかのテレポートガンクみたいなのがあったりはするんですけど、今回それを自力でいきましたからね。いやーオーバードレ、まあ、CS、まあ、前回の、まあ、話をすれば 9-1 というところで非常に強い成績を残してたら、プロモーションシリーズでは勝てることができなかった。その上で今回メンバー大きく変えてきたわけなんですけれども、仕上がりとしてはかなり の、 そうです、あのセットアップを見る限りかなり仕上がってる、はい、と思いますね。ま、はい、予選は見れなかったので、はい、オーバードライブ
どうなったのか僕らまだ分からなかったんですけれども、はい、いや衝撃の一戦でしたね。堀さんどうでしたか。いやなんかこうオーバードライブすごいもう序盤からもうグイグイ来てたんです。途中でもクレストゲーミングもちょっと返したかなみたいなシーンも何チンかねあった気がしたんですけど、やっぱり最後まで強かったなと思いましたね。そしてもうシェーンを止めたあの瞬間をちょっともう一回見たいですね。コクコクの素晴らしいプレーでしたね。0-0でしたけど働いた男ということでしたね。トップレーンで2対1もさばいてましたから。あ、やっぱりトップのことはねそこ見てましたけど喋りたく仕方ないということでね。いや影の功労者でした。さあそれではマッチ3までしばらくインターバルとなりますので一旦失礼いたします。